ビート・ボルテルラ・ラビート・ボルテラのもで学び、1883年力学の教授になった。積分微分方程式を研究し、1930年に、セオリー・オブ・ファンクショナルズ・オブ・インテグラル・アンインテグロ・ディファレンシャル・イクエーションズを表した。1892年トリノ大学の力学の教授、1900年にローマ大学の数理物理学の教授になった。ボルテラは、 イタリア統一運動の完成時期に育ち、別地と共に統一運動の協調者となった。強行領がイタリア王国に併合されると、1905年には王国の議員に選ばれた。同じ1905年、決勝中の転移の理論を初めて発表した。第一次世界大戦が始まると、50代になっていたにもかかわらず、イタリア陸軍に参加し、 ジュリオ・ドゥエンのもとで気球の開発を行い、可燃性の水素ではなく不活性なヘリウムを使うアイデアを出し、気球の製作を指導した。戦後は生物学に数学的手法を用いる研究を始めた。非線形方程式を用いて人工問題を解析したピエール・フランソア・フェルフルストの仕事に次ぐもので、最も有名な成果は競争のある環境での 生物の個体数を解析したロトカボルテラの方程式である。1922年にムッソリーニに反対する党派に属し、1931年に大学教授の座を追われた。その後、主に海外で暮らし、死の直前にローマに戻った。ありがとうございます。